タルグタイキリルトクトは、12世紀末に活躍した、モンゴル部隊中都市の主張。モンゴル部、第二代官たる、アンバ外館の孫にあたり、キアと氏族の長では特にあたるテム人とは、モンゴル部族の主導権をめぐって争った。モンゴル筆では、当時骨大、骨連ハゲクロと記され、チンギスカーにとっては、ジャムフカに次ぐモンゴル部族内のライバルとして描かれている。 テムジンを捉えたタルグ隊を描いた絵、修士の記述によるとタルグ隊は、モンゴル部、第二大官にして、大中都市の子祖タル、アンバガイの息子アダルの息子とされ、当時のモンゴル部族内では、騎手の出であった。モンゴル部では、第三大官のクトラ官以後混乱が続いて官が、排出されない時代が続いていたが、その中で一時的に有力となったのが、 テムジンの父イエスゲーバートルであり、タルグタイラタイチウト人も、イエスゲーと行動を共にしていた。しかし、イエスゲーが休止すると、タルグタイトとドエンといったタイチウト氏の領収はすぐに、イエスゲーの一族を見限り、さらにイエスゲーの民の一部を奪い、おのン川を下って去っていってしまった。その後、残されたイエスゲーのイジテムンが成長したことを聞きつけると、タルグタイは、夜景が、 幼なばを脱ぎ落としたぞをよだれたらしが、大人になったぞと語りテムジンの一族を襲撃した。まだ幼い弟や妹を抱えるテムジン一族は、タルグ隊にかなわず、ついに、テムジンカズトが大地ウトの捕虜となってしまった。しかし、捕虜となったテムジンは、満月の夜に脱走し、大地ウト氏の霊族民であった、鋭スぶのソルカンシラに助けられて、タルグ隊の下から逃れることができた。 この後、テムジンは、キアト市の中で指導者として衰退され、タルグ隊にとっては、モンゴル部族の主導権をめぐる強力な敵に成長する。その後、モンゴル騎士によるとタルグ隊は、クイテンの戦いに対中との指揮官として参戦したが、チンギスカンらに敗れ、敗走中に、バーリン部の荒く、ナヤー兄弟によって、捕虜となり、チンギスカンの元に連れてこられたという。しかし、 このような、モンゴル筆士の記述は、史実と因果を逆転させており、実際には、パルグタイラが、チンギスカンの旅襲となる事件は、クイテンの戦いの前に起こっており、クイテンの戦いは、対中飛ぶの弱体化によって引き起こされたものであった。モンゴル筆士が、このように史実を改変して、クイテンの戦いについて記述するのは、弊社がテムジンにとって幼少期以来の宿敵である。 体中トブの撃滅を最も重要であるとみなすゆえに、体中トブの撃滅が、テ天の戦いの主題であると読者が認識するよう、努めたためであると考えられている。後世の歴史家の間でもタルグタイ・キリルトクは、チンギスカンの強敵の一人として認識されていた、ようで、新元紙などの変産物において、タルグタイ・キリルトクは、ジャムカと並んで実現されている。ありがとうございます。